い。さあそして小林陵介のあん馬の演技です。朝日生命、この人も172センチ、大柄な選手ですね。そうですね、僕らあのアテネ世代で、まあ、僕も172で、はい、米田さんも172なんですけども、最近だとこうどちらかというと、身長の低い選手が、まあ、あの多くなってきたなという、 そうですね、そういった印象はあります、はい、少しちょっと、あんまりぶつかってしまうような場面も見られるんですけども、はい、非常に、足先までまっすぐ腰が伸びていて、美しい、そういった旋回、だと思います。はい、あん馬に当たってしまうというのも一つ限定になりますか。そうですね、限定になりますね。はい、さあ着地を決めて丁寧に礼をして降りていきます。